ガチャ A です、はい、今日はですね、はい、まあまあまあいろいろ YouTube の企画撮ってまして、うん、まあその中でもまあ俺が結構やりたかった企画がありまして、はいはい、まあ最近新曲出ました鬼ごっこ、はい、まあちょっと前ですけども、うん、もう時は経つのは早いですね。ですね。びっくりしちゃいますよ。はい、はい、ということで、はい、カラオケ鬼ごっこで全国オンラインで1位を目指していきたいなと思いますので、皆さん応援していただけると幸いです。いきます。疲れてない？疲れるよね、そりゃ。これなんかスマホは1位取ったもんね。狙って1位取った。誰もやってないと思う。いるかな。鬼ごっこ結構いいんじゃない？まだ出たばっかりだよ。1位取れるよ、多分。公園ブランコも飽きて君の背中を追いかけ走った。遠くの街に行ってしまうから帰りたくなかった。昔だけで遠ざかる君、走り出す車を追いかけた。見えなくなるまで手を振ったよ。僕の方が足が速かったね。今度は僕が追いかけるね。鬼ごっこはいつも僕の勝ちで、恋ごっこ追い続けなかった。追いかける番になって初めて分かった。その背中に触れたくて走って、あとあんまりいない。44人4何尺取り方もなくて君の背中忘れかけてた。迂回のホームをも陰残した君がいたんだ。多分見間違いだけどさ、もしかしたらって、ああ声をかける勇気もないのに。認めたくないよ、女々しくてやだな。ずいぶんと前のことなのに、かくれんぼは君の勝ちで、隠せないままこの気持ちは、あえてもどう話せばいい、わからないよ。終わり方も決めないで、君が僕を追いかけてた。疲れることに慣れていたんだ。いいぞ。会えなくなるから好きだなんてずるいよな。恋心も生まれないよ。追いかける番になって初めて分かったよ。その背中に触れたくて隠れるのは君の勝ちで、恋心がまだ痛くて、早くその背中に触れて、もう一度鬼を終わらせてくれよ、早く帰ろう。え、すごくない？初なんだけど。企画終了ですか？普通に。こっから落ちることあんのかな。いや、ないでしょ、さすがに。さすがにないんじゃない。もう歴代1位でしょ、今回。こけだね、これで落ちたら。あ、1位だ。何点？あ、95.752。 え、もっと喜んでもらっていい？あの、小間取り。すごい。すごいじゃん。めちゃくちゃすごいじゃん。え、
俺これでさ、うん、この企画で今まで結構いろいろやってきたじゃないですか、うん、もう一回ズルですよ、うん、まあ、挑戦者が一人のやつで1位取っただけだから、うん、だからゼロのやつに俺が入って1位取っただけだから、うん、でもこの鬼ごっこ44人中1位ってことはもう本当に嬉しいね。ねえ、いや今長々と普通のことしか言ってなかったけど今もうこれ1位取れる気がするんだよ、うん、俺の曲のランキング10位までの曲で、うん、1位取れそうな曲とりあえず1位取る。ああ、いいねいいね。自信があるのはタイムマシン。意外と10位だから参加者も少なそうだね。うん、そんなこと言うなよダメんな。だって鬼ごっこで45ですよ鬼ごっこはカラオケランキングで言うと俺の曲ではまあ入ってない。まあ全然入ってない。ああ、結構何人参加してるか楽しみになってるよね。うん、確かに。タイムマシンいきます。いきましょう。寝くそで始める時間の横タイムマシンに委ねて僕の隣君はいるから未来を確かめよう。四十打ち負けたパチンコワンルーム今日も眠れねえ自分こんなこと繰り返してさ10年後どんな人になったの。虚しい寂しい何かで埋めたい痛み空の暇つぶしだれこの恋の結末も知らずに捨てたりできないから寝くそ始める時間旅行タイムマシンに委ねて僕はいつか変われてるから未来は変えられますか。寝そぞり始める時間旅行タイムマシンに乗り込んでどんなことも変えられるよ信じさせてね。深夜で一告白のラインタイムマシンで見てみよう物語のエンドロールに君がいてほしいんだ。はい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 、まあそりゃそうだ気持ちいい楽しい今日だけで1位2個取ったね取りましたあと1曲ぐらい取っとく。ああ、でもちょっと1位しかお前が作ってんだよねちょっともう1曲だけ1位取っていい1位取る絶対やめてくんねえ。ちょっと攻めるわ。ああだから、はいはい、めちゃくちゃ人気曲で友達の曲で1位取っちゃおうかなって。曲お願いしいですか。ああ、魔法の絨毯身の中の皮出んじゃないこれね。俺がおーみたいなお願いします。高谷悔しい思いしちゃうんじゃないっていう、はい、高谷の曲で俺が1位だよ。だってどうも友情友情なのかね。魔法の絨毯ちょっとよくない。あおいやばくだらないことで笑って何気ない会話で泣いて一つ一つの出来事にしおりを挟んで忘れないようになくさないようにアラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけどお金もないし力もないし地位も名誉もないけど君のことを話したくないんだ。なんでランキングしたんですか。まあでもこれあのワンタンごとだから。そうですね、はい、でも結構狙える点数ではありますね。ね、君が仮にどんな恋を重ねてさどんな人と笑い合ったか一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ仮に雨が降ってびしょ濡れになっても僕が迎えに行くから笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って時期のように魔
魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。やばい、こっから上がっていくからね。まあ、ちょっとそのマイクの見分け心配ですね。いや大丈夫、いけるよ、見てて。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを地理のように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない。だけど君を守りたいんだ。微妙こっから上がるぞ。高谷ごめん。なんか気持ちよく終わってほしかったな。な、ミスったな。まあ、まだ結果出ないからね。出てんのよ。わかんないよ。ビブラとボーナス入るのよ。それあるよね。俺の全体の構成を見てほしいね、機械に。1番からの最後のサビまでのボリューム感とかリズム感の構成見てみよ。見てない、見てませんでした。22.88 しか取れてないやつ。あれどうしたんだろう。鬼ごっこタイムマシン、うん、まあライブでしか歌ってないんですか。鬼ごっこに関してライブでも歌ってないのよ、うん、まだ魔法の絨毯が歌ってるからね俺。まあ否定はできない、うん、だからこうアレンジ入っちゃったかもね。だから点数いかなかった。俺ね、足疲れたと思う。え、疲れてんだと思う。もう序盤から分かってる。うん、まあそれもちょっとあるから、うん、でも、もう終わり。いやいや、まだまだありますよ。まだあるですよ。あんたが出かけそうからありますよ。ですよね、ですよね、はい、かんない。でもとりあえず、まあ自分の曲で1位取れたから、はい、まあいいんじゃないかっていう感じで。高谷悔しい思いしちゃうんじゃない。高谷の曲で俺が1位だよ。ゆうりチャンネル魔法の絨毯で1位はもう高谷呼んで取ってもらおうかなと思ってますので、皆さんそちらの動画もいつか出ますので、はい、知らないけどね。まあ連絡しときます、はい、あのまあ出てくれるのを本当によろしくお願いします。そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。チャンネルとグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。1位おめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。